うわー、ほら、すっかすか、うん、連絡ください。おしょでーす。はい、今回は岡山県の玉野市、長井の瀬戸内海沿岸の田舎やな。で、ドーン、あちらご覧ください。あ、そうそう、王者アルカディアリゾートホテルって言って、国税、国が40億円ポン放り込んで建てたホテルやねんけど、うん、今2022年現在29年間廃墟でございます。一切使ってない、未完成のまま放置されてる。え、未完成なんすか、うん、え、あ、建てられたけど内装工事の途中で終わっちゃってる。え、なんで。このホテルは1993年に環境庁と玉野市が共同で作成予定だった大型リゾートホテルです。地上7階地下2階やから、バブル崩壊により資金が足りなくなり未完成のまま現在まで残り続けているという形のホテルになります。行ってみたいと思います。レディゴー。瀬戸内海といえば瀬戸大橋、瀬戸大橋が作られることによって1日に4万8000台の車が行き交うんであろうという予想やって、もともと瀬戸大橋が作られる前。ということはこの辺はわんさかわんさか商業施設が作れば一攫千金だぞと、儲かるぞということであのホテル作られたわけやね。なんか聞いたことあんな、その話。堺出市の小吉島やろ。あ、そうや、アクアマリンで。ここ玉野市っていうのは瀬戸大橋が開通することによって宇高線っていう連絡線が廃止されたりとか、JR 宇野線の便が減便したりとか、いろんな影響が出てるわけ。その中で四国と市の玄関口、この玉野市の役割っていうのは弱まっていく中で大逆転を狙った大博打で建てられた建物や。大博打なんや。だって瀬戸大橋っていうのはさっきも言ったように4万8000台1日に車が往来するということを予測されてたわけやねんけど、実際その直前になって、あれ違うぞと、多分2万5000台ぐらいや、そういう予測が変わって、1988年の4月にさて待ちに待った瀬戸大橋開通した、じゃあ実際は1万3000台やって、まあ、だから4分の1夢が夢のままで終わってしまったということね。俺らが行ったアクアマリンもさそういうものがいっぱい多いね。実は作った作ったでええけど何年間しか営業できなかった、うん、でかい建物だけが残る、もしくは今回はここ、ほらヤンキーたちがもう大喜びやね。これ買いとんな、ヒップホップとか、すぐドラえもんとか書くねんな、アクアマンとかなそっち系書くねんな。王子がお金ハウス書いてあるけど中は今回入れませんけどね。ちょっとホテルそこやねんけど、ちょっと展望台みたいなレストランの上登れるやん、そこから見えんちゃう。うおー、ちょっと待って、え、すごいよこれ、えげつな、いや、えげや、クソ絶景やん、バブルマジで1988年に環境庁が国立国定公園施設整備事業っていうのを全国で5箇所選んだけど、それの第1号にこの建物が選ばれてんや。で、瀬戸内海を一望できるリゾートホテルっていうのを名目に豪華絢爛な施設を建てたわけ。ちょっとエグ、ちょっとエグ、エグってマジでエグ、線から光に迷い、そうやね、海もめっちゃええみたい、マジで。そうそう、いやいや、後でにしや今撮影中やって、こっちもそんな真面目キャラちゃうやん、最近ボケやがってよ40億円かけて作ってんやけど、その後玉野市っていうのと環境庁の第三セクター、第三セクターっていうのは超公共団体と民間の企業がタッグ組んで投資して作る、企業やったりとか事業のことやねんけど、環境庁が40億円かけてこの建物は外側作って、さあ中を30億円かけて第三セクターの王子リゾートが作るぞという計画やって、そこで起きたんがバブル崩壊。このホテルは外側だけ完成したけど内装工事はまだのまま、この建物だけが残ってるという、えぐいな、とんでもない建物。近づいてみよう、うん、中はやっぱ入られへんけど、うん、野鳥も大喜びや、中に絶対巣作っとるんで、豪華な家や、なあ、すごすぎんだよ、うん、んこれすごすごいな、これ出た、やっぱアンパンマン買いとったわ、やっぱさっきなかったっすよね、アンパンマン、さっきドラえもんやって、そうやんな、絶対アンパンマンとかドラえもんとか書くや言うて、でーん、でーん使ったことないわそんな日本語、あー電話番号とかな、歌詞書いたな、あー、いや書いてないよ、あかんで、ね、みんな、そんなやったら、窓ガラス割れてるから中が若干見えるけど中ほらすっかすか、うん、なんもないな、だから中やっぱ内装工事をしてないから外側だけ立っただけ、うん、ずっと瀬戸内海の海だけを眺め続けてるこの29年間、そして国税の40億円を
くれよ。欲しかったな。200円でいい。200円もらえねえ。はいはい、したことない。そうですね、うん。ジュース買えるし。うん、何にもならんかった。瀬戸大橋開通によって交通量が増加することによって観光客が大幅に増加するっていうことを見込んでこのホテルが建てられたわけだけど、うん、他にもあるんですよ。やっぱりこの辺にはいっぱい、さっきも言ったように、はいはい、もうワンスポット。今回は2本立てでございます。はい、次は新スポでも。もう言わんでええやんそれ。聞かんかった息がするのに。行ってきます。はい、というわけでさっきのところから車で20分ぐらい岡山県の下津っていうところに来ました。こちらです。じゃん、うわっ、巨大廃墟。ここも瀬戸内海を望む巨大廃墟ホテルです、はい、ラ・レインボー。巨大タワーを備えた。なんすかあれ、でっかいの。ラ・レインボータワーって言って回転昇降式タワーで未だに世界一らしいね、高さは。すごっ。めちゃめちゃ高立地。横にすぐ遊園地あるやん、ワシューザンハイランドとか、うんうん、あと観光道路のワシューザンスカイラインとかがあって、うん、かなり高立地の建物やねんな。これもバーブル崩壊とともに廃墟化してしまったところやねんけど、ここは1988年に瀬戸大橋が開通してここが出来上がってんけど、もともとは大きなドライブインやってんけど、途中で全館改装してん。5階建ての大型設備と回転昇降式塔っていうのかな、うん、全高 150m。 すごいなあれ。怖いで。でもめっちゃ怖い。 150m はだいぶ錆び飛んで、でなんかあれワイヤーみたいなのが垂れ下がってるみたいで、うん、それが風が強い時とかきしめくらしいね。なんか、うんうんうん、ワイヤーみたいなのがあのはしごみたいなところにある。でそれでギターの弦じゃないけどウィンウィン鳴るらしい、ね、すごい騒音の問題とか近隣住民に、うんうんうん、中でなってるみたいで、そんなんいつか倒れるで。ねえ、これ倒れそうやな、ほんまいつか、うん、本気で落ちたら倒れるで。いやそれはやばいでしょ。ここも結局1988年に建てられたけど1997年に閉館。だから10年も持たない、うんうんうん、でもともと日本ゴルフ開発っていう、まあ、ゴルフ場とかの会社の子会社、ラ・レインボーっていう会社、はい、なんか聞いたことあんな。なんで聞いたことあんねや。俺らが行った香川県の坂出市の、はい、アクアコヨシマ、はい、あそこの会社。あ、一緒なん。一緒。あ、そうなんや。ラ・レインボー、まあ言うたら瀬戸内海系やな。そうやな。で結局1993年には31億5400万の年商になったみたいね。すごい。ただバブル崩壊でドン。で1997年にここも閉館してラ・レインボーも潰れたっていう。ラ・レインボーが潰れてその債務保証とかが圧迫して親会社の日本ゴルフ開発っていうのも2006年に民事再生手続き取って、まあ、潰れてん。すごいよ。めちゃめちゃ厳重やな。なんかしっかり今までの廃墟でもなんかちょっと こういうの策があるぐらいだけど、もうがっつりここって心霊スポットとしてとか、若者がいたずらとかで肝試しとかで新スポみたいな感じでバーって入って、新スポのサイトで見たらここも心霊スポットみたいな感じで書かれてたわ。少年の霊が出るとか、おじいちゃんの霊が出る書かれてた、いろいろ。で実際入って捕まった人らもおるらしい。おんねや、うん。でここ書いてるね、立ち入り禁止。はい、金5万円。ライトもつけてあるわ。ああ、ほんまやほんまや。しっかり設置してますよ、うん、金かけて。めっちゃでかいもんな。あの看板がだって5万円以上すんだよ。するな。結構不気味やな。うん、割と落書きも多いな。確かに。ここまで厳重にああいうのが置かれるまではガンガン入ってみんな落書きしまくってたみたいで、中の写真とかいっぱい上がってあるわ、並べとくわ、ここに何枚か、うんうん、結構だから、もういっぱい、めちゃくちゃこうやって落書きがあったりとか。2020年から2022年までで9グループ35人が検挙されてるらしい。めっちゃ捕まってるやん。2022年の2月19日も男女3人が逮捕されてるらしい、はい、しかも入ってることを見つけれないと逮捕ってできんな、うんうんうん、現行犯で、うん、だから防犯カメラとかめっちゃ置いてあるんやと思うで、うん、さっきもなんか書いてあったやん、作動中って書いてたな。でも見てるんやと思う。もし警察来たら5万払おう、うん、合わせて10万か。そうやな、まあまあまあやな。10万まあまあやな。家族まで10万稼げるから。領収書切れますかって。切れるか。中入ってはいけません。うん、許可なく所有者の、うん、はい。今回許可取ってないんで、外からこうやって拝むことになるんですけどね。うん、うわ、でも、この音か、この変な。聞こえる今。なっとる。うん、なっとる。
ソーンって音ではないけど、まあもっと風強い時やな、うん、入場料800円やったみたいかな、あんたは。でも多分9年間営業してたってことは、入ったことある人おるかもしれない、これ見てる人。あ、確かに確かに。その時代の廃墟が営業してた当時のことを知ってる人たち、よかったらコメントください、うん、もし廃墟の持ち主の方とか地主の方おったら連絡ください、中入らしてください、撮影許可くれるところあったらください。もしか活用方法一緒に考えれるなら、廃墟ありすぎるから、うんうん、スポットを当てることはできるので、だからそれスポットあって、なんか活用方法、まあ肝試しスポットみたいな感じで期間限定のお化け屋敷にするのか、うん、なんかそういう撮影スタジオにするのか、うん、それともなんかサバゲースポットとか、いろんな活用方法がもしかしたら考えれるかもしれないし、うん、中には入らせてください、撮影許可ください、うん、そして何か活用方法、未来に何か生かしましょう、建物廃墟が多すぎますこの日本には。ほんまにそうや、ここですよ死後やな、もう死後廃墟もうそれが廃墟やわ